原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、勝利の声を担当しております私前野智明がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組でございます。早いものでね、もう何回も言ってますけども、46回やらせていただいているということでね、ありがとうございます。そして原神の特別番組テイワットーク、先日公開されましたが、皆さん見ていただけましたでしょうか。いろいろね、原神の話で盛り上がったりしてね、私も MC 担当させていただいたりもしたんですけれども、まあいろんな話で盛り上がっているんでね、ぜひまだ、見てないという方はそちらをチェックしていただけると嬉しいです。そしてですね、まあ最近のことなんですけど、やっとバージョン 3.1 にアップデートされた後にこちらの収録を行っているので、やっと 3.1 のお話ができるんじゃないかっていうね、回でございます。皆さんバージョン 3.1 いかがですか、やられてますかね。セノとキャンディス、そして今復刻でウェンティがね、来ているタイミングだと思うんですけど、どうですかね。僕もあのセノとキャンディス新キャラクターたちをお迎えして、育ててはいるんですけど、まああのセノのね、突破素材の正近中ですかね、非常に見つけづらいっていう方多いんじゃないですか。僕もね、各有僕もその一人なんですけれど、頑張ってね、素材集めて突破していきたいと思います。どれだ、これか、もしかしてこれ、このふんころがしみたいなやつ、これか、これかよ。素材ってマジで、マジかよ、これが素材なの。どう見てもふんころがしじゃねえか。冗談だろ、これか。悪くない芽が出たわ。ほんまや、これや、マジかマジか、これは意外すぎるだろ。移動してるじゃねえか、ちょっとマジか。これは意外だったな。これ何本必要なの、100何個必要なんでしょ、どうせかん、あの90まで上げるってなってくると。マジか。まああのキャンディスもね、あの水元素に変えられる爆発がすごく面白いなって思いながら使い方を模索したりしているんですけどね。最近は僕あれですね、でも雷草水のパーティーで遊ぶことが多くて、すごくね、なんかやっぱり雷元素がね強力になって、それをね直に体感している真っ最中なんですけれども、でもあれなんですよ、やっぱたまにね岩パーティー組むとやっぱ面白いなってなるんでね、今日はねそんな岩のシナジーを感じる素敵なゲストさんにお越しいただいているんで、その辺もお伺いしていきたいと思います。そしてですね、9月28日に原神がありがたいことに2周年を迎えまして、テレビ CM が放映されたり、先日はオンラインコンサートもございましたね。我々キャスト陣も2周年のインタビューをさせていただいたりして、そちらの動画も随時上がっていくと思いますんでね、そちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。ということで早速始めていきましょう。原神公式ラジオ TWAT 放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神で勝利の声を担当しています前野智明です。では早速ですが、今回のゲストさんにご登場していただきましょう。今回のゲストはこの方です。はい、皆さんこんにちは、行幸役の大原さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大原さんが来てくださいました。呼んでいただきました、ね、ようやく、いや本当ですよ、お会いしたかったですありがとうございます、ね、大原さんが演じる行幸は、まあ、リーユベから登場してまして、うん、私が演じる勝利とも非常に関係性が深いキャラクター
だったりするんですけども。そうですよね。でも前野さんと私って、はい、あんまり実はお話ししたことがなくて、そうですね、こうやってラジオで1対1なんて、そうですね、めちゃくちゃ新鮮なんです。新鮮ですね。そう、めっちゃ嬉しい。僕もあの大原さんといつもあのお話ししたいなって常々思ってたんですけども、こちらこそですよ。大原さんってやっぱ行幸と同じようにすごいなんか気高くて上品なイメージがもうすごい今もういつも感じるんですよ。同じ空間にいて同じ空気を吸っていいんだろうかっていう、やっぱりちょっとなんかおこがましいかなっていうところあるんですけど、まあでも今日はね、はい、いろんなお話しさせていただこうかと。じゃあ距離を縮めましょう。縮めていきたいです、はい、大原さんではなくサーヤでお願いします。サーヤでサーヤで、はい、いいですかそんな。お願いします。じゃあ僕のこともじゃあなんかトモくんで。トモくんで了解しました。じゃあサーヤとトモくんで参ります。お願いします。ではそんなサーヤとトモくんでお送りしていきたいと思います、はい、では改めて、サーヤ演じる行幸の、うん、サーヤ演じる行幸のご紹介させていただきます。宮中庭園を有し噂の中心にいながらいつも優雅な微笑みを浮かべるリーウェの権力者、はい、リーウェ七世の天地面として、彼女は権力と法の象徴だけでなく富と知恵の表れでもあると。非常にあれなんですよ、うん、お金持ちな、モラ大好き、モラ大好き、いくらあってもいい、そう言っていただけると嬉しいですよ、はい。まあ、先ほども言いましたけど本当に何だろう、うん、気品と気高さに溢れていて、なんかこう完璧な感じですよね行幸さんと。だからこのキャラデザインを見た瞬間に、うん、もう大原さんの声がしたんですよ本当に。何が欲しいの。いや本当に冗談じゃない。欲しいものはいっぱいありますけど、そんな本当になんか大原さんもぴったりという感じのキャラクターで、まあ、岩元素のでもアタッカーと、トモくん、何さや、はい続けましょう。岩元素のアタッカーとしてかなりお世話になった人もね多いと思うんですよね、はい、そうなんです。そんな今日はですね、特別に行幸の活躍シーンとして印象深い、うん、魔人任務第1章第3幕迫る覚醒のムービーをちょっと見ていきたいと思います。嬉しい、見てみましょう。はい、あ、懐かしいな国政。かっこいいよね国政も。かっこいい、ユーフェン。ようやく本気を出せる。お、懐かしいな、もうこれ胸アツですよね、このシーン。胸アツでしたね。うわ、映画見てるみたいな迫力ありますよね。本当綺麗。いつも思うんですけど。本当綺麗ですよね。お、ほらほらほら、さあやさあや、見て見て。見てるよ、ともくん。すごい。すげえ。綺麗だな。見入っちゃう。本当に見入っちゃう。音楽もやっぱりいいですよね。いや、音楽は本当に音楽も本当に素晴らしいですね。ちょっと先日のオンラインコンサート私も拝見して、 あまりに素敵に2周しました。わすげ、本当に飽きない。おー、サーヤすらうならせる、うん、このサウンドの力、時々涙しちゃう。わかります、ね、でもわかる。そうそう、音の持つ力もすごい。あー、そうだ。うわ、もうやべえ、リーウェのすごい安らがドキドキする。すげえ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。お、シンくん、シンくん、軍力閣が最後の砦です。最後の砦です。いずれにせよもう後には落とすしかないのか。私に策があるわ。あ、行幸様、行幸様、それは軍力閣を放棄する。あー、マジか。このセリフはすごい印象的でした。本当にって思いました。本当ですよね、かなり大きな決断を。神に助力を願う。なんだよこいつら、かっこよすぎかよ。なんだよこいつら、ゾクゾクする。やべえ。ああ、マジか。いや知ってんだけど、わあ、そう知ってるのに。なんだろうね、このドキドキね。ドキドキしますね。そう、すごいわかる。うわー、マジかよ。うわ、こいつら最高かよ。最高かよこいつら。あ、いえ、すげえ。
うわすげえ、見てくれよこのリーウェのやつらを。素晴らしい、見てくれよ、すげえ 見入っちゃいますね。落ちてしまった軍玉閣を、ね、陽子さんはどんな気持ちで見つめたんだろうとか。本当ですよね、なんかそういうのを、ね、考えると確かに、ね、ちょっと切ない部分もあったりしますし、うんうん、なんか今改めてこうやって見てもやっぱ引き込まれますね。引き込まれますね、何度見ても飽きないし、飽きないし、やっぱりちょっと何だったらやっぱ鳥肌立ちましたもん今。立ちます。うわすごいですね。さすがですね。続けてですね、はい、魔人任務完勝第1幕のムービーも用意してるんで、うん、こちらもちょっと見ていきましょう。え、再びの、あ、浮いたぞ。あ、やっぱでもね、行幸じゃエヴァも軍玉閣ですよね。そうですね、最初言いづらかった軍玉閣、言いづらかった軍玉閣理由あるあるです。軍玉閣言いづらいんだ。あ、そして再び、おい、また来んのかよ。迫力よ、すごい、うわやばいぞ、大丈夫か。やはり現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。うわ、強行は最初から知ってたのか。太陽の変化に感が鋭い北斗は以前から私に警告していた。北斗ね、この時期の軍玉閣を再建したのもバッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し、ね、海から誘い出すため。北斗から聞いていたのか。誰なら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。何、今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。お、聞いてるか勝利。すごいいいことを今。かっこいい。撃て。げ。そうだ、人間が頑張るのだ。俺は一体誰なんだ。そうだ、人間が頑張るのだ。頑張ります。誰。どういう立場で俺これを見てるんだ。北斗、いいぞ。いやもう映画だね。いや飛ばして映画。マジで劇場版かよ。本当。津波が来るぞ。みんな気をつけろ。気をつけろ。おい、大丈夫か。いつでも助けられるけど、多分助けないぞ。なんだよ。なんとかするんだ。危ないぞ。巨大な波だ。あ、これどうすんだっけこれ。いやもうここで。タビート行くのか。危ない。タビート。おお、マジか。もうダメかと思ったその時。来る。うん。あ、神格。いえ。かっこいい。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。辛い記憶ですよね。神格もね、深いキャラですから ね。人間社会にも溶け込むことができるだろう。さあどうするんだ。ちょっとグッとくるとこですね。ここもグッときますね、うん、うおお、なんて最強かよ。最強かよ、マジかよ。すごっ。おお、かっちょええ。おお、あ、終わり。やべえ、この後どうなんだっけ。この後、続きよ、続きよ。この後見せてくれそう。この後も見たいよ。
いやーね、改めて振り返ってみましたけど、いかがでしたか。すごい、ちょっと収録中っていうのを忘れてしまう、見入ってしまいますね、感覚がありましたね。確かにちょっとやばかったですね、ね、感動してしまいましたけどね。まあ、改めてなんですけれども、はい、まあ、この行子当時演じてみていかがでしたか。そうですね、まず多分皆さんもそうだと思うんですけど、はい、固有名詞になれるまでに時間がかかってこれなんていう文字、天柱、天柱何でしたっけ、天柱、天剣と書いて天柱ですね。そうそうそう、そうなんですよね。で、なんかこう収録重ねていくうちに数回目から、はい、あの分厚い読み方の資料がついてくるようになって、そうそうな、何回目ぐらいからね、そうなんですね。ありがとうって思いながら慣れていった記憶はありますけれども、はい、私結構着せるキャラが多くって、そうそう、なのでなんか今回も着せるキャラだけど、でも今までやった感じとはまたちょっと雰囲気が違うわと思いながら、確かにすごくね楽しく演じてました。最初は大人っぽい、はい、いわゆる優しいお姉さんっていう感じで声を作っていてたんですけど、はい、でもいや、陽子はもう少し何かちょっと腹に一物抱えてるじゃないけど、確かに、はいはい、あんまり全てを見せないミステリアスさみたいなのを感じさせてほしいっていう、ほんの少し計算高さみたいな、難しいですよね。でもね、そうなんです、その調整というか、そのバランスを取るまでに最初すごく時間がかかったのを覚えていて、はい、でその分、あ、スタッフさんたちのその作り込みのこだわりがすごいって、 その頃から思ってました。まあ、すごいやっぱ丁寧ですよね。そうそうなんです、そうなんですよ。でもやっぱり、うん、僕最初さっき言いましたけど、うん、このキャラデザ見た瞬間に本当に、あ、大原さんだって本当に真面目に思ったんですよ。原神ってなんか僕が言うのもあれなんですけど、はい、原神ってそういうことがすごく多くて、だからなんかすごい失礼な言い方なんですけど、うん、なんかキャスティングがすごい上手だなって思うんですよね。まあ、僕がどうかわからないですけど、ともくんもかっこいいよ。ぴったり。ありがとう、サーヤ。サーヤもぴったりだぜ。行子そのものだよ。ありがとう。もうやっぱさっきも言いましたけど、気品にあふれてて上品に満ちあふれているところ。ね、嬉しいです。このサーヤの日常の生活もそういう感じなんじゃないですか。そんなバカな、いやいやいや、だって絶対、だってお家帰ったらなんかもうお着物に着替えられて、そんなわけない。なんかもうやめてください。もう正座されてお茶を飲んでそうな、そういうイメージですもん。ありがとうございます。いやいや、ズボラ人間でございます。いやいや、そうじゃ全然、そんなズボラの図の字もサーヤからは感じられないんでね。まさに本当にサーヤ自体が行子なんじゃないかとね、思うぐらい、さっき思っていただけるとありがたいですね。嬉しい。そしてあのこの原神というゲーム、うん、まあ、ご覧になっていかがですか。もう最近の、最近というかもう最先端を走っているゲームなんですけど、ね、ここまでもう進化したんですよ、うんうんうん、本当にすごくないですか。一つ一つのキャラクターへのこだわりもさることながら、先ほどちょっとお話ししたように、はい、やっぱり音楽がまず、いや音楽もね、本当に素晴らしい、素晴らしい、なんかいろんなジャンルがあるし、コンサート見ててもそうだったんですけど、はい、あとはそのやっぱりグラフィックの美しさ、綺麗ですよね。こうゲームログインして、はい、でバトルしなくてもアイテム集めなくてもどこに行かなくても、ただそこに立っているだけ で十分癒されてしまう、なんだろう、この素晴らしい世界って。そうなんです、サワサワサワって風を感じるじゃないですか。感じます。もうそれだけでちょっとね、マイナスイオンを浴びてるような、わかる、その通りなんですよ。なるのって私原神ぐらいなので、あ、素敵、すごい、すごいなって思ってます。トモくんも、うん、あの夜な、自分でトモくん言っちゃうの。トモくんも今日夜中の3時まで原神やってたんですよ。トモくん寝不足だね。トモくん寝不足なんです。トモくんね、毎日やっちゃうんですよ。もうやめ時が本当にわからないぐらい、もう夢中になってやってるんですけど、帰ってこられなくなっちゃうかも。でもそういう方きっと多いでしょうね。多いと思いますね、うんうん、もう本当に僕の今住んでる場所がテイバットですね。まさに戻っておいで。こっちが現実。そうなんですけどね、まあ、そんなこんなでメールも今日たくさん届いてるので、ご紹介していきたいと思います。お願いします。はい、旅人ネームレッサーサーシムさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、そしてゲストの大原さやかさん、こんにちは。こんにちは。今回採用してある行子様の大原さんがゲストと知り、お便りを書かせていただきました。嬉しい。長くなりすぎないように気をつけたいと思います、うんうん、私が原神を始めたきっかけは、何を隠そう、行子様です。嬉しい。原神をプレイしていない頃からツイッターなどで見かけるたびに、なんて美しいんだととても気になっていました、うん、そんな時バージョン 2.4 にて行子様の新
新スキンが出て配布でもゲットできるということや CV が大原さやかさんだということを知りました、うん、これはもう神様から原神を始めるというお告げだと思い原神を始めることにしました、リーベの魔人任務では行幸様が大活躍し、うん、デートイベントでも様々な行幸様を見ることができてとても大満足です、はい、大原さんの上品なお声でより行幸様を好きになりました。気づけば配布されることを忘れピックアップされている時に貫突までガチャを回していました。毎週終ボスを京子様に縛いてもらっています。これからも京子様とテイワと旅したいと思います。素敵なお便りですね。ありがとう。京子が推しで、そう新スキンもねすごく可愛いですよね。あのドレス的な感じのお衣装、そう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 、あれめちゃくちゃ綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗ですね。もう行幸とね、あのあそう今ね ありますよ。そうそうそう、この普段のねお衣装も私大好きなんですけど、ね、全く雰囲気も変わるし、ね、ガラッと変わりますよね。彼女の銀髪にすごく映える、そうわかります、ネイビーが、しかもさらにセクシー、セクシーっすね。ねえ、ね、素敵。これだから行幸とあとね国政の新スキンもね、まあ、出たらすぐ僕はね、うんうん、手に入れましたし、素晴らしい、さすがです、ね、いやいやいや、ね、もう見てるだけでもやっぱ飽きない。そうなんだよね。そうなんですよ。でね、やっぱあのデササシムさんもおっしゃってますけど、うんうん、すごい強いんですよ、うん、アタッカーとしてかなり優秀で嬉しい、ね、強い性能を持ってるんでね、うんうん、ぜひ皆さんこれを機にね行幸も育ててみていただきたいですね。ぜひお願いします、ね、お願いします。さあ続いて、旅人ネーム行幸さんの傘持ちになりたいさんからいただきました。よくってよ。およかったな、よかったな、許可下りたぞ、よかったな。皆様こんにちは、こんにちは、こんにちは。行幸役の大原さんがついにゲストで出演されると知り、うん、急いでお便りをお送りさせていただきました。ありがとう。ありがとうございます。私は大原さんが演じる大人のお姉様が大好きで、うん、行幸さんをメインアタッカーとしてテイバットを冒険しているのですが、うん、戦闘時敵からダメージを受けた際にその顔覚えたわと言われると攻撃を受けてしまい申し訳ございませんという気持ちと後で絶対報復されるという思いでドキドキワクワクが止まりません。ド M やな。そこで皆様にお聞きしたいんですが、うんうん、皆様が担当しているキャラクターのセリフで好きなセリフや印象に残ってるセリフありますか。あればぜひお聞きしたいですと。うーん、確かに行幸はちょっとね確かにドキドキするセリフ多いですね。そうですね、うん、でもこのビジュアルでやっぱりちょっとこうドキドキさせるセリフが聞きたいのかな皆さんとも思いますけど、そうです、ね、個人的にはやっぱりモラは多い方がいいでしょっていうのがその通りです。すごい行幸さんらしいなと思って、らしいです、ね、かといってそのすごくがめついわけでもないというか、そうなんですよね、その辺がね私とてもまっすぐで好き。いいですよね、正直ですよねやっぱりね。そうそうそう、すごくその自分の確かにその通りですって、うん、自分の欲求というか考えにすごく忠実で好きですけどね、うん、そうそう、うん、俺なんだろうな勝利的には、いやいろいろあるんですけど、うん、まあでも日常的に聞いてるから、うんうん、僕ね、あの元素爆発の時にあの隕石を落とす技が勝利はあるんですけど、うん、天丼ここにありって言うんですけど、うん、それをなんかねみんな天丼ここにありってあのなんかね食べちゃうの、そらそら耳じゃないですけど、だからなんかいつもその元素爆発を天丼天丼って言ってる人がいてちゃんと天丼って言っとるやんけってね思うんですけど、ちょっと公式の言葉で反応させていただきます。やばい、もう天丼にしか聞こえなくなるやつ。ちゃんと天丼って言ってるからみんなよく聞いてね。そんなこんなでねありましたけどね。ということで、ね、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあではここからはいつも通り原神プレイしていきたいんですが、はい、今回ですね私が勝利、そしてスタッフさんが行幸を使って、リーウェから双眼鏡園を越えてスメールまで観光案内をしていきたいと思います。イエーイ、サーヤに広大なテイワットをご紹介して行きたいと思います。お願いします、ね、ではおなじみの軍玉閣からスタートしていきましょうか、うん、はい、お願いします。このスタッフさん行幸とともには、うん、この美麗ですね、素敵ですね、これこれ、おい、美容部出してくぐると岩のダメージが上がる。そんなことより、そんなことより、そんなことよりスメール遠いねん。そうそうそう、スメール遠いねん。どうやって行くんだこれスメール。歩いてスメールまでめったに行かないぞ。そうなんだね。そうなんですよ。あ、でも眺めがいいですね。眺めがいいでしょ。ねえ、最高。でもすごい高所ですよ。高いとこ大丈夫ですか。ダメです。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ行くぞ。わーわー、すごくないですか。今ちょっとゾワッとした。マジですか。気を抜くとね落ちます。あー、あー、友達が死んじゃう。行幸落ちてた。行幸どこ行ったんだ。スタッフさん。あ、いや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 いたいた、遥か下を飛んでいた、いた、よかった、すごい。
見てくれ、これがリーユだ。気持ちいい、すごい、すごいね、ともくん。すごいだろ、サーヤ。うん。さあ。気持ちいい。気持ちいいだろう、風を感じて。うん、感じますね。ただ、このスタミナがなくなると落下するんで。気をつけて、そうですね、気をつけて。下降りましょうか、じゃあ、とりあえず。何だっけ、ここ。すげえ、畑があるぞ。敵もいるぞ。お。悪い奴らだ。行子様どこにいるんだ。あ、落ちた、落ちた、落ちてきた。いきなり。こっちですかね。こっちで合ってる。綺麗だな、しかし。わあ、もう本当歩いてるだけでいい。本当そうですよね。で、やっぱりあの天気の変化もあるし、うんうん、お花も咲いてるし、ね、お花も咲いてるし、ほら美味しそうな実がなってるよ。本当だ。ほら夕暮れの実だよ。食べる食べる。食べるかい。ほら動物もいるよ。あ、本当だ本当だ。動物倒すと獣肉もらえるよ。倒しちゃうの。倒すとでも、めでようよ。獣肉もらえるんですけど。めでようよ。俺はね、めでるタイプなんですけど。いるんですよ、でもそういうプレイする方も。鳥を一掃するぜとかって言って。おあ、ヒルチャールだ。これどうやって行くのこれ。ここえ、どっから行くんだこれ。これ聖教団の上から行くのかな。ここ越えるかじゃん。いざいざいざ。おお、登っていく。双眼巨炎超えるってことでしょ。なかなかの距離がありそうですね。なかなかの距離ですし、双眼巨炎自体をね、うん、そんなに一回超えたら大体みんなワープする人が多いんで、うんうん、なかなかこういう生き方はしない。なかなかしないんですけど、まあ、今日はねこのサーヤに広大なテイワットをお届けするのが、じゃあ今日はピクニックだね。ピクニックだよサーヤ、うん、ほら、ね、お弁当持ってきたかい。忘れちゃった。忘れちゃったのかい。ほらなんか鳴ってるよ。ほら本当だ。美味しそうだよ。ラズベリーだよ。ラズベリー大好き。本当に。本当かいな。本当大好き大好き。サーヤ、魔物がいるぞ。お、倒す？倒そう倒そう。しばこうしばこう。甘い。うん。岩山八丁。天道番手。あ、間違えた。サーヤの屏風くぐってからやればよかった。あ、もう終わってんじゃねえか。あ、まだいい。あっという間。あいつまだいい。あいた。さあ、やってしまいなさい、行子様。人の命いただいたわ。いただいたわ。おお、本物や。俺ちょっとやばいんですよね。原神に、なんか原神だと当たり前なんですけど、自分も本物なんですけど、はい、なんかあ、声優さんだってなって。どういう感覚なるんですよ。本当俺などういう立場でゲームやってるんだろうって。ちょっとバグりがちですね。そう、バグりがちです。あまりにゲームをやりすぎて。お、またいる。貴様、いけ。いいですね、順調。順調やね。順調順調。青トカゲがいた。おお。よく足速えな。全速力です。お、またいたぞ、ヒルチャールのが。西洋な。俺のこの貫突神君のこのショーの水着ムーブで。かっこいい。このね、貫突したショーの異次元ムーブがすごい好きなんですよ。素敵。無駄な努力をやめる。屏風をくぐる。このいいね。天道蛮鐘。難攻不落。いや、気持ちいい。気持ちいいか。そうか。なんかでも改めてこういう風に歩いて散策するのも楽しいな。ね、ワープとかせずに、ね、こう地道に行くのも、そう、そのなりの良さがね。ありますね。ね。ね、うん。入ったぞ。天道つか、ここにある。いやでもこれね、夜中までやっちゃう理由わかるでしょう。わかる。これはハマる。新天道地、このコンボがね好きなの。と、いやいいですね。さあどうでしょう。あ、これあれか、バリも壊れてない。ふっはっは、付き合い甘い。くだらない。ゲイ、うん、さあ魔物をしばいて、しばいて先へ先へ、先へ行こう。先は長いよ。なんかほんと長い、ほんと長い。ほんと長いよマジで。これ双眼巨炎超えるの結構大変だよこれ。だーし、りょうこさんがついてこない。りょうこさん、りょうこどこだ。
あ、おったおった。先に出た。先に出た。出たスタッフ行行に先に。早くいらっしゃい。あ、行きます行きます。まあ待て。落ち着け。なんかあるぞ。大根とか出てくるんじゃないか。いや、鉄の塊かい。おお。あ、また景色が。ほら、ここが双眼鏡よ。わあ、すごーい。ここが。ちょっと紅葉してる感じ。そう、ここがね、結構地下深く。ここもね、壮大なドラマが先日あった場所です。うん、そうなんですね。まさにこの翔くんがね、大活躍したところです。うんうん、おさあ、どうやってこれ越えんだっけ。行子様の方が詳しそうだな。行子様先に行っていらっしゃる。ここ最近あんまり来てなかったんですよ。わあ、最高。ここはでも深くて入り組んでるから、うんうん、気をつけないと迷いやすいですね。ああ、なるほど、うん、そっか。なんか意外と取ってね、宝とかありそうだな。わあ、気持ちいい。わあ、本当に気持ちいい。なんだろう、なんかさ、やっぱりなかなかこう旅行にも行けない日々じゃないですか。そう、そうなのよ。ちょっとしたその気分転換に、それをね、満たしてくれるんですよ。そう、原神は本当に。本当にそう思う。もうだからね、もう原神やってればいいやってなるんで、本当に僕のような生活になるんですよ。しかもこうやって大きいね、画面で見るとまた一段と吸い込まれ感が。このでかいモニター欲しいな俺。これいいよね。これいいよね、すごく。ますます戻ってこれないよ。いや、これも仕事だからという理由で、経費で、なんだかんだ。そう、これどうやって越えんだっけ、これ。あっち、ここまで行きたいんでしょ、だって。お、ガンダルバ村の四天神像ぐらいまで行きたい、うんうん、どうやって越えたっけ最初。迷いがち、迷いがち。スメールまでどうやって行ったっけ最初。いざいざ。さあ、お席もらおう。行幸様が。行幸様どこだ。 上にいます。行幸様、あ、上、あ、超上。いつの間にあんな上の方に。超上。崖登ったんすか。割と気ままに行動しがち。ちょっと団体行動しようぜ。ごめんなさいね。団体行動しようぜ。さあ、しばらくはこの勝利のセクシーポーズを見てお楽しみください。なかなかのセクシーポーズ。なかなかのセクシーポーズ。2人して。さあ、上からだっけ。ちょっとマジで俺下調べせずにこれやってるからな。リアルですね。リアル、かなりリアル。いいですね。あ、魔物だ、ヒルチャールやぞ。お、あ、精神に咲いてる。おお。もう行幸様に任せよ。俺は精神を取りに行く。綺麗。あ、あいつ俺に矢を打ってきやがった。無駄な努力をやめたら。取るに足らないわ。天丼。ほら、ちゃんと天丼って言ってるでしょ。おお。これみんな天丼天丼って言うんですよ。なんかさっき聞いちゃった分天丼に聞こえちゃった。嘘だろ嘘だろ。ちゃんと天丼って言ってるやんけ。です。大丈夫、ともくんはちゃんと言ってる。ちゃんとともくんちゃんと言ってるよ。お、国政。これ乗ったらどうなの。お、どっから行くんだっけ。どこだ。ともくんが迷っております。迷ってますね。双眼鏡ね、マジで迷いやすい。すごいね。複雑。複雑だし。諦めなさい。難攻不落。何度見ても行幸様のこの屏風。屏風か。あれ、あの屏風ね、すごくすごく素敵。爆発の前に使うとすごく、うんうん、強いです。なんかあれお家に欲しいです。無駄な努力をやめて。サイエンスこれあんじゃないの。インテリアとしてないわ。これワープどっから行くんだ。ほら見ろ、スタッフさんも迷ってるじゃねえか。おーい。大丈夫、今日収録終わる。終わるはず。閉める、これ強引に上から行けんの。これ上からはいけない。いや、どっちか下です。どっちかすると下。どうやって行ったっけ。まで最初閉める、覚えてねえな。下から行く。トンネルどこだ。あ、さらに下が。おお。これだってそっちじゃない。そっちじゃない。その下じゃなかった。その下じゃなかった。スタッフも迷っております。さあどうなる、今日は一体どうなる。ほぼ初見みたいな感じでやってるから。たどり着けるのか。どこだ。地下までは行かない。とこ、そんなとこあったっけ。ほうほう。スメールってこんな行くの難しかったっけ。割と 3.0 の時すんなり行けた気がするんだけど。マジどこなのこれ。マジどこなの。一回ワープ戻りますか。
一回ワープに集合する。すごい楽しい、こんなの初めて。一回こんな収録初めて。一回ワープに戻った方がよくない？すごいおうち感ある。どこのワープに戻ろう。単車街のワープに戻ろうか。さあトモくんが迷っております。ここじゃない、迷っております。単車街のワープ、あ、ここか。単車街のワープ集合で、これがワープのいいところです。お初めからワープしようって話になるじゃねえか。ここ行くんだっけ。そう、ここだ、ここ。ほうほうほう、よかったよかった。ほら近くまで行ったんですけど、来てたんだけど、あ、落ちちゃった。うん、いざ。あー、このね、この鉱石欲しい。うん、まあいいや、先を行こう。また雰囲気が違う。あ、出た、もうジャングル臭いぞ。おー、ほら雰囲気違う、またね、ちょっと密林的な、ね、してきましたね。熱帯雨林的な感じになってきましたね。ほら、ここがもうスネイルだよ、ほら。あー、綺麗。見たこともない。すごい綺麗。すごいでしょ、サーヤ。すごいよ、トモくん。この景色を見せたかったんだ。ありがとう。ギューンとね。ちょっと感動する。すごいでしょ。で、クローバーマークを使った移動ができるんだ。へー。ほら、わー、このお花もサーヤのように綺麗に咲き誇ってるよ。ありがとう。ほら、すごい。すごいだろう。すごい素敵。上に行ったの。さあ、私はどこかしら。見えないよ。あ、サーヤ、サーヤ、ここにクローバーマークがあったんじゃないか。さあ、ここが巷で有名なスメール、うん、イエーイ。すごくない？すごない？うわ、すっごい素敵。ほら、見たことのない景色です。そうでしょ、うん、この景色をサーヤに見せたかったんだ。ありがとう、トモくん。サーヤ、トモくん、諦めなさい。何これ。はい、ということでね、無事に、スメールまでたどり着くことができました。よかったです、落ちました。よかったです。ということで今回は DUA からスタートする観光案内をしてみました。途中迷ってしまってすいませんでした。原神公式ラジオテイワット放送局、ここで原神からのお知らせです。現在イベント旅の収穫感謝のプレゼントを開催中です。イベント期間中、ゲーム内にログインすると合計1600個の原石、脆弱樹脂、便利アイテムなどの報酬をゲーム内メールより受け取ることができます。受け取り期間はバージョン 3.1 終了までなので、期間中忘れずに受け取りましょう。はい、そしてテーマイベント杯の中のバラッドも開催中です。イベント期間中、4つのコンテンツが次元式で開放されます。各コンテンツをクリアしたり、指定任務をクリアしてにぎわい度を一定数獲得すると、イベント限定星4、長江武器、風神の矛など様々な報酬を獲得できます。その他イベント限定ストーリーも楽しむことができます。テーマイベント杯の中のバラッドは10月17日月曜日4時59分まで開催。またにぎわい度報酬の受け取り期間は10月24日月曜日4時59分までとなります。またイベント100人一揆も開催中です。イベント期間中、乱闘大会100人一揆に参加し、キャラクター2人1組のチームを組んで相手を倒すとポイントを獲得することができます。ポイント数に応じて原石、添付育成素材、武器突破素材などの報酬を獲得できます。イベント100人一揮は10月24日月曜日4時59分まで開催です。はい、そして続いてイベント祈願のご紹介です。現在イベント祈願キャラクター命中の祭典とイベント祈願キャラクターに杯に注がれた歌を開催中です。期間中、命中の祭典では雷元素新星5キャラクターセノが、杯に注がれた歌では風元素星5キャラクターウェンティが登場し、出現確率がアップします。また命中の祭典と杯に注がれた歌の両祈願では、水元素新星4キャラクターキャンディス、雷元素星4キャラクター久喜忍、風元素星4キャラクター左右がピックアップされ、出現確率がアップします。さらにイベント祈願武器新中府警も開催中です。期間中、新星5長い武器関佐の杖や星5弓終焉を嘆く歌などがピックアップされ、出現確率がアップします。イベント祈願命中の祭典杯に注がれた歌新中府警は10月14日金曜日18時59分まで開催です。以上、原神からのお知らせでした。
原神公式ラジオテイワット放送局。推しキャラプレゼン。原神にはたくさんの魅力的なキャラクターがいます、うん、リスナーの皆さんからはその中でも特に推しキャラは誰なのか、どんなところが推しなのかを送ってもらい、そちらを紹介していくコーナーです。はーい、さあ今日はどんなメールが届いているんでしょうか。でしょうか。紹介していきますよ。はい、旅人ネームムイさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、ゲストの大原さん、はいはい、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを拝聴させていただいています、うん、今回大好きな行幸さんを演じてくださっている大原さんがゲストで出演すると聞いて初めてのメールなのですが、嬉しい。震える手で送らせていただきます。震えてるの？震えてるじゃない。私が原神を始める前に、原神をやっている友達にどのキャラクターが好きと全てのキャラクターのイラストを見せてもらい、うん、その時にこのキャラクターが好きと答えたのが行幸さんでした。その後原神をダウンロードすることになり、行幸さんはリーウェで会えるよと友達に言われるたびにワクワクしながら、リーウェについて初めて行幸さんのお声を聞いた時の衝撃は今でも忘れていません。なんて素敵な方なんだと行幸さんとお話しするたびに好きになって、ニコニコして変態みたいになってしまいました。今では大好きな行幸さんもお迎えできました、毎朝人活簿に来てくれている行幸さんに話しかけるというルーティンもできたり、毎日楽しく行幸さんと一緒に旅をしています。最後になりますが、大原さん、行幸さんを演じてくださり本当にありがとうございます。皆さんお体にはお気をつけてお過ごしください。嬉しい、ありがとう。調教されているムイさんですね。でもジーンとしますね、そこまで言っていただけると。ほら、大原さんがサーヤが演じてくださったおかげで、ね、やっぱりこの行幸というキャラクターの魅力がね、うん、さらにもう何倍にもなっているんじゃないかと。嬉しいです。でも勝利さんもね、そうですね、まあ、まあそう思っていただけると嬉しいですけどね、うん、そのサーヤの声の力っていうのはもうずるいと思うよ。ずるいずるいよ。なんで？だってトモ君、なんで？だって私がずるいの？ずるくない。どこがずるいの？ずるくない。言ってみなさい。あのずるくないですけど、ずるくないけど、やっぱでもちょっとずるいところあると思います。なんか言われたら本当に何でもなんか そうなんだなってなります。なる。あ、本当ですか？説得力がやっぱあるの。それは嬉しいですね。行幸さん、何より説得力大事なので。そうですよね。だからサーヤ自体にもそれがやっぱ備わってるのよ。いやー、ちょっとなんかどうしよう、今日もうギャラいらない。マジか。嘘です。どっちやる。はい、ということで続いて、旅人ネームリーウェの移住計画中のアクセルさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティ皆さん、大原さん、こんばんは。こんばんは。今回行幸様がラジオに降臨なされると知り、初めてメールを投稿しました。降臨、まあそうだね、僕の推しキャラですが、もうお分かりですね。行幸様でございます。ありがとう。原神を始めてまだ3ヶ月程度の初心者ですが、うん、初貫突キャラは行幸様です。貫突せねばという使命感に駆られました。魅力はズバリ気品あふれる佇まい、美しいお顔、美しいお声、そして美しいお宮足踏まれたい。内面にも魅力を感じており、渦の魔人を軍玉閣で迎え撃つシーンは鳥肌立ちまくりで、より一層行幸様を好きになったシーンでした。話し出すとキリがないので、この辺でスメール後も行幸様と共に探検していきますと。やっぱりそうなんですよ。ありがとうございます。魅力は気品あふれる佇まい、美しいお顔、美しいお声、そしておみやしちょうどね、今ねスクリーンに、ね、はい、出していただきましたけれども、踏まれたいよ。踏まれたいよ。そうなの？いやいや、アクセルさんがそうやっておっしゃってる。踏まれたい。ありがとう。いくらでも。俺も一回踏まれたいな。でも一回よくってよ。本当？やった。さあ、後で踏んでください。私変態かよ俺。続いてキョンピッピさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。初めてお便りを送らせていただきます。ありがとう。では早速推しキャラプレゼンということで、私の愛する行幸様をご紹介したいと思います。私と彼女の出会いは原神を始めたバージョン 2.8 の祈願でした、うんうん、メインストーリーの行幸様は天眷として旅人や仙人と戦い、リーウェイを守った勇敢で決断力のある人という印象でした。しかし一緒に冒険するようになってから、行幸様のお上品で可憐な仕草やお声、表情に心を奪われてしまいました。動作のたびにひらひらとなびく衣装や、タッセルのついた前髪から覗く赤い瞳、糸うるはしなどすごい古い表現、加えて行幸様の元素爆発では高火力の宝石をバンバン撃つことができるため爽快感抜群。そして大原さやか様の深く美しいお声は、理知的で
努力家な行幸様にぴったりで、初めて聞いた時からずっと大好きです。いやほら言ったでしょ、だからぴったりだって、ね、さらにデートイベントでは行幸様の一日一緒となって共に過ごし、メインストーリーでは見ることができないキャーな表情や隠された思いを知ることができます。うそうなのよ、デートイベントはこれね、もう本当にもう早く皆さんにやってほしい、うん、未攻略の方はぜひ。長くなりましたが、私も行幸様のような芯のある女性になりたい、そう願ってこれからも彼女と共にテイワットを冒険していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。女性の方から熱いお便りをいただきました。男性だけでなく女性の方からもそう思ってすごい支持がいただけるなんて、多いんです。ありがとうございます。そうなのよ、デートイベントでは秘書になって本当にね、いろんな一面見ることができる、ね、そうそう、常にそばにいてね、いろんな面を、いや、はい、見ることができましたが、サーヤの日常も気になるぜ。内緒。いや、絶対着物着て正座してお茶飲んでるんだよ。してねえわ。こんな感じでね、皆さん、はい、たくさんのメールありがとうございました。こんな感じで皆さんが好きなキャラクターについて紹介していきますので、あなたの推しを教えてください。以上、推しキャラプレゼンのコーナーでした。さあ、お送りしてきました原神公式ラジオテイバット放送局、そろそろログアウトのお時間になってしまいました、はい、番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいというご要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております、うん、番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。さらにですね、メールを読まれた全ての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひご投稿の方お待ちしております。はい、そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。はい、ということで、行幸役の大原さんことサーヤを招いて46回の放送をお送りしてきたんですけれども、うん、サーヤいかがでした？ともくん楽しかった。本当サーヤ、俺もすごい楽しかった。すごいおうち感があって、うん、全然収録って感じがしなかった。ごめん、双眼鏡が思ったより良かった。思ったより複雑で迷っちゃったともくん。ごめんね。いやいや、でも私もあのこの原神とか行幸さんのことについてこれだけお話できたのって、うんうん、今回が初めてなので、 それも嬉しかったし、さあ、いや、もういつでも来て、本当、いつでも来る、いつでも来て、さあ、いや、あとはこのちゃんとね、ともくんってこれからも呼ばせていただけるということなので、現場でもこれからさあやって呼んでね。わかった、うん、本当に呼びよ、さあや、本当にうん、嬉しい、本当に、うん、ともくんよろしくね。急に距離縮まりすぎたトマ君おはようって、何があったのかって周りになる。あの二人何があったんだってなるでしょう、周りが。あ、でも全然読ませていただくよ。やった、さあ、ありがとうございます。さあ、本当にまた来てください。ぜひぜひ。ありがとうございました。ということで、今回はこのあたりでお別れでございます。はい、ここまでのお相手は原神勝利の声担当しています、前野智明と、そしてゲストの行幸役の大原さやかでした。バイバイ。この番組はコヨバースの提供でお送りしました。思い